前にって言ってもすごい前の話だけど、前にそのキャンプに行ったんだよ。そう、家族でね。なんかどっかの山奥のキャンプ場に行って、で雨が降ってたの。前日まで雨が降ってて、あ、え、なんだこれ、オッケー、前日まで雨が降ってて、で、あの桃鈴家ご一行が泊まるときに晴れたの。でもさ、一日雨降ってたキャンプ場とか山奥ってさ、やっぱさ、びちゃびちゃじゃん基本的には。そうで、テントじゃなくて、あのコテージっていう、なんかあのキャンプ場にあるさ、木製の家みたいな、マイクラで建てた家みたいなコテージに泊まったので、なんかそのキャンプの受付からまたそのコテージまでがものすごく遠くて、車で行かなきゃいけなくて、で着いたら、まあすごい寒かったし、雨だったのもあったのか、誰もいないコテージだったのね。その他のコテージにもほぼほぼお客さんがいなくて、あ、貸し切りじゃんって、ちょっとぬかるんでるけど貸し切りじゃんみたいな感じになってたの。ちょっとぬかるんでるけど、ここにねたちの勝ちだねっていう風になって、でコテージの前に、コテージの入り口にさ、こうドアノブのとこに鍵をさ、刺すじゃん、刺そうと思うじゃん、ドアノブに手をかけるじゃん。最初に鍵を刺してドアノブに手をかけるやん。でさ、ドアノブをさ、こう回すタイプだったわけよ。トイレによくあるような回すタイプだったわけ。半周ガチャって回すじゃん。そしたら回ってきて、裏面が出た瞬間に、ねねの手の先っちょからブワーってカメムシーってなってて、プラーってなったらね、ね。私さ、もうでも、キャンプじゃしょうがないんだよ。自然の生き物たちがいっぱいいるところだから、しょうがない。そこまではしょうがなかったよ。しょうがないなーって思ったんだけど、部屋の中入るじゃん。部屋の中入りますでしょ？でさ、コテージのさ、まずコテージ雨だったから、前日まで窓とかが全部閉め切られててさ、あー、じゃあまずちょっと窓開けないとなってなるじゃん。空気を入れ替えようかなって、なんかこの閉めついた感じをね、一旦カラッカラにしようかなって言ってさ、あの窓の方に向かうじゃん。カーテンが閉まっとったわけよ。カーテン開けるじゃん。カーテン開けるときにカーテン持つじゃん。カーテン持つのなんか変だなーって思ったんだ。なんかさ、なんかブツブツした模様のカーテンだなーって思ったんだよ。よく見るじゃん、裏面にめちゃめちゃカメムシ張り付いてる。で、うわーってなって、まあそこはしょうがない、もうしょうがない、やっぱキャンプだからね、山の中だから自然がいっぱい、まあちょっと多少カーテンがブツブツ模様になるくらいはさ、しょうがないと思うしかないじゃん。でさ、次やっぱ窓開けるかってなるじゃん。気を取り直して窓開けようってなるじゃん。窓開けようとするじゃん。窓開けるときって大体さ、窓枠開けて網戸って感じじゃん。窓開けたら網戸にビシビシに、もうまだらに、どっからどう見ても大量のカメムシくんたちが、あの窓開けてくれよ、俺らをコテージなんか入れてくれよってめちゃめちゃ待機してるわけよ。もうねね限界が来ちゃってさ、精神的な。カメムシってそもそもなんかさ、あれ触ったりさすると、くっさい匂いも入ってきてさ、もうそもそもあんまり触りたくないじゃん。だからキャンプ場だからって多少は我慢してたんだけど、もうちょっとねの精神的バランスがおかしくなってきてさ、もう無理もう無理、もう帰りたいもう帰りたいってなってたところ、もういい、落ち着け落ち着けって
落ち着きなって、キャンプ場はそんなもんだからさって。パパがしょうがない、これくらいは我慢するのがキャンプだ、まあ、とりあえず一旦寝袋っていうかお布団が、キャンプ場の人が前もって受付前に運んどいてくれたお布団があるから、お布団を引いて、もう今日はね、着いた時点で夜だったから、今日はもうちょっとぬかるんでてバーベキューとかもできないから、もうちょっと寝て明日に備えよって。わかったって。もう寝て忘れて明日の朝乾いてたらすごい幸せなキャンプ2日目が遅れるから寝よってなって、じゃあ布団敷くかって言って、布団がね、畳んで置いてあるところにさ近づいたわけ。近づくじゃん、布団がさ三つ折りになっててさ、まあ布団もまあ多少やっぱジメジメっとしてるの、なんかまあ居心地よくないなって、なんかジメジメしてるなって思うわけじゃん。布団伸ばすじゃん布団をさ引くじゃん床に。布団の中からさ、こんにちはこんにちはって、俺たちここで暖取ってましたって言って、カメムシたちが布団から進撃のカメムシしてくるわけ。もうさ、もうねえのさメンタルマジで破壊されちゃって、そこでもうそもそもあんまりカメムシはちっちゃいし得意じゃないのに、あまりにもこんにちはこんにちはって言ってねえのもとに進撃してくるから、もう本当に気持ち悪くなっちゃって、もう吐き気が止まんなくて、もう無理、本当に本当にもう住めないここにはって、もう無理って、どうしても本当に無理って、辛いもう帰るって本当に体調悪くなっちゃってね、もう眠れないし、布団の上になんてもう座りたくもなければさ、寒いのに本当はくるまりたいのにさ、布団にもう何もできない、寒いし臭いし、虫めちゃめちゃカメムシはあるし、しかもさカメムシのサイズもさ大中小とかそんな可愛いもんじゃないんだよ、なんか大カメムシの中の大をさなんか攻めてくるわけ。そう横になったら潰すんじゃないかっていうのもさ嫌じゃん、本当に無理ってなって、本当に体調不良になって、でもうしょうがないじゃん、もうやっぱまあでも全員メンタルがね破壊されそうだったから、もう桃鈴家一同がもうメンタル破壊されそうだったから、もうしょうがないってちょっと受付の人に申し訳ないけどちょっと体調不良者が一人出ちゃったから、もうちょっと止まらずにちょっと帰らせてほしいみたいな、ちょっと打診してくるって言って車でブーンって受付の方まで戻って、でそしたらなんか普通はさもうなんか当日まだお金払ってなかったから、最後に精算だったんだよ、なんかいろんな松明大きすぎたかな、でまだ生産してなかったから、もうキャンセル料でも宿泊料は 100% でも払うんで、でも体調不良出ちゃったんでちょっともう帰らせてくださいって言ったら、あ、でしょってキャンセル料とかもなく、何もなく宿泊費すら払わず、全然もうお疲れ様です、もう帰っていただいて大丈夫ですみたいな感じで普通にナチュラルに帰れて、あれって、あんまめっちゃ若いってわけじゃないけど、なんかまあすごいキャンプ好きそうな受付の人が、てかなんか雨だったしすごいんですよここら辺虫がって、すごくなかったですかって言われて、なんか笑いながらね、笑い事じゃねえしと笑い事じゃねえしと思って、そう多分同じような人がねいっぱいいたんだろうね、またかって、もう多分キャンプの人的にもまたかって、よしよしって、もう申し訳ないって、なんか季節が悪かったらしい、